NHK では引き続き地震津波関係の情報をお伝えしていきます。現在青森県の太平洋沿岸に大津波警報、陸奥湾に津波警報が出ています。そして避難勧告が出ているのは八戸市、三沢市、奥入瀬町、避難指示が出ているのは六ヶ所村、陸奥市、東通村、橋上町、風間浦村の皆さんです。早く安全な高台などに避難するようにしてください。テレビなどの映像によりますと、岩手県の沿岸、そして福島県の沿岸などには4メートルを超える津波が打ち寄せているところがあります。青森県内でも太平洋沿岸に大津波警報、陸奥湾に津波警報が出ています。避難勧告が出ている八戸市、三沢市、奥入瀬町の皆さん、川沿いや海沿いなどの道路は通らずに高台などに避難するようにしてください。避難指示が出ているのは六ヶ所村の皆さんへ、そして陸奥市の皆さん、東通村の皆さん、足利町の皆さん、風間浦村の皆さん、以上の皆さんには避難指示が出ています。こちらの皆さんも津波が来る恐れがあります。早く安全な高台などに、そして川沿いや海沿いなどの道はなるべく通らずに安全な高台などへ避難するようにしてください。現在青森県の太平洋沿岸に大津波警報、陸奥湾に津波警報が出ています。避難勧告が出ているのは八戸市、三沢市、奥入瀬町、避難指示が出ているのは六ヶ所村、陸奥市、東通村、橋上町、風間浦の村の皆さんです。八戸の避難勧告が避難指示に変わりました。八戸市に出ていた避難勧告が先ほど避難指示に変わっています。現在避難勧告が出ているのは三沢市の